よう、キーボー。そりゃいいな。なあ。あれが。よう、キーボー。お姉さんと一緒に寝たくなったのか。まったくお前にはあーちゃんという大事な人がいるってのに、相変わらず節操のないやつだな。いやいや、ここ俺の部屋だろ。お前が寝てるのは俺のベッド。なんだって。にふふ、そうだったかもしれないな。ま、相変わらずだな。今日はちょっとキーボーに相談があってきたんだ。この薬の効果を試してもらいたくてな。どこから突っ込んでいいのやら。まずはどんな薬か説明してく。紫色で泡立ってる液体、どこから見ても怪しいじゃないか。はぁ、キーボーは SAO の頃から疑り深いな。俺っちとの仲だろ。俺っちがそんな変な薬をお前に試させるわけないじゃない。そう。ああ、ちなみにそいつは惚れ薬ってやつだ。またの名を催淫剤とも呼ぶぞ。おい、むちゃくちゃ怪しいじゃないか。そう、怒るな怒るな。さすがの VRMMO でもそんな際どい薬が出回るわけないだろ。名前のインパクトがでかいだけでちょっとテンションが上がる程度のものさ。ああ、きっとそうさ。微妙な含みを感じるぞ。まあ、誰も試したことないからな。だからこそキーボーにお願いしているわけだ。おい。だから怒るなって。ま、そのうち気が向いたら試してくれよ。気が向く時なんて来るわけないだろう。